空軍巡承時代のスティルウェル・デイビッド・スティルウェルはアメリカ合衆国の外交官、元軍人、空軍出身者で東アジア勤務経験が豊富であることから2019年にアメリカ合衆国国務次官補に抜擢された。韓国語と中国語に堪能、中国語での名前は下つ日本語は挨拶程度だが娘が 日本の慶応義塾大学に留学しており、新日課とされている。日本、青森県三沢基地における、第35戦闘航空団司令官を務める、ステルウェル大佐中国、北京駐在部官として勤務する、ステルウェル淳章1980年に、アメリカ空軍に入隊、1983年まで、大韓民国のカラス山空軍基地で勤務した。 米国空軍士官学校で歴史を学び、ハワイ大学マノア校でアジア学と中国語を学んだ。1993年から1995年には、海マイナス16パイロットとして、軍産空軍基地で勤務した。2008年から2010年、三沢基地の第35戦闘航空団の司令官に就任。2011年から2013年には、 在中華人民共和国大使館の駐在部官を経験。その後、アメリカ国防総省のアジア戦略立案部門の幹部となり、2015年に予備役となっていた。2018年10月17日、ドナルド・トランプ政権下のアメリカ合衆国国務、次官補に指名。このポストは、前任のスーザン・ソーントンが2018年7月に退任以降空席であった。 2019年3月、アメリカ上院は、弔問会を開催。2019年6月13日、上院は、時間保の承認案を可決した。2019年7月11日から14日、外務時間保として初来日。外務省、防衛省、国家安全保障会議の担当者ら日米同盟、北朝鮮、イラク問題について協議。その後フィリピン、 韓国、タイを訪問した。韓国では、日韓関係が輸出管理の問題で冷却化が進んでいたこともあり、両国の関係が話題となったと見られているが、日本側からは、日韓関係を仲介しないとの報道が行われたことに対し、韓国側では、韓日問題の解決を支援との報道が行われるなど内容には、ズレが見られた。2019年11月、 訪韓を前に、日本の NHK のインタビューに応じ、韓国が決定を再考する時間はまだある。韓国に留まるよう説得を続けたいと語り、韓国側を説得する意欲を見せた。11月5日から7日のスケジュールで、防衛費の負担金増を求める、国務省のキース・クラック国務次官、ジェームス・デハート防衛費分担金、特別協定交渉出席代表らと訪韓。スティルウェルは、 金元州国家安全保障室第二次長などに会い、日韓秘密軍事情報保護協定などの懸案について協議したが、韓国側の見解を覆すには至らなかった。ありがとうございます。